お任せください。しっかりやってちょう。何か用か？わかった。これは激しい戦いになるぞ。おお、身に余る光栄です。誰かいる。ザイヤだ。参ります。向こう。探しましょう。行ってくる。お願いします。だいぶ良くなってきてますね。してきたね。氷はちょっと取れないな。深夜こんなとこに来てんの。やってるんだ。これか。いやー、演術が広いな。1000人いないと動けないんだね。とにかく塗りつぶさないと。OK。だいぶいい感じで増えてきたな。少なくとも3部隊はいるね。また敵死になった。確認してくれ。光栄です。金がねー。厳しい。お金がありませぬ。
一月単位で増えたり減ったりするわけだね。おや？細かく指示しないとダメだな。わかった。すっげえむずいっす。どうした？えらい難しい。何も当たってないじゃん。なんだ？全然間違ってんな。あれ？やべえ、まったりになってきた。わかんねえ。ちょっとまだよくわかってないね。これを。呼んだか。やろう。何か用か。わかった。何用か。わかり申した。行ってまいります。では参ります。造作もない。
さあ進めましょう。さて、あー全然進まねえ。とにかく待つしかねえ。もうめっちゃ時間かかる。何かを失敗している。さあ順調に色塗りは進んでおります。しかし時間がかかる。現在色塗りを進めつつ、孫作と周遊を一度露光に戻して、それからいよいよ竜陽の行きたいんですけどね。だね、我慢。さあ進めております。さあさあ動いております。どうだろう。 うわめっちゃ嫌われとる。厄介やぞこれ。報告がある。しましたら郊外をこちらですな。いやー、6000まで兵が溜まったから、むしろこれでみんなで行きますか。俺じゃ乗り込みますか。一つやろう。 OK。何事だ。いやダメだ、一回戻んねえとダメだ。焦っちゃダメ。おう、じゃあ戻りましょう。やろう。諦めずにやるか。蹴散らず行きますか。動くとするか。さてさて、周知がいるもんね。大丈夫だな。もうあと一人いれば大丈夫だろう。OK。一人移動させよう。さて。そうだね。厳しい。守りも必要ですからね。
行ってまいります。同盟の延長したいな。そろそろ切れる。はい、お願いします。時間が欲しい。猶予じゃねえ。しか行けないんだ。OK。さあ、兵が戻ってくるのを待つしかない。どうだ。これは厳しい。確認してくれ。まずいね。いや困ったな。動くに動けねえ。お金がないもん。ああダメだ。これを。さあまずいですぞ。名品か。いやこれはきついな。いやー売れないぞ地域は。厳しい。お金がなさすぎる。どういうこと ?712 しかねえのか。お金貯めよう。うわ厳しい。さあ、露光に揃いました。確認してくれ。
さあ195年5月上旬でござんす。外交見てみますか。同盟をね延長したいんですけど残り1ヶ月なんですよね。とりあえず行ってみますか。承知した。これでも多分ダメだと思うんですよね。何回か今までやったんですけど。ですのでもうやはりいつまでも甘えてはいられないということで、ここは一気に行くべきかな。ってことでこちらはね戦争準備したいと思います。 OK、十分に兵は集まりましたんで出立いたします。まずは一回待つかな。ギリギリで出陣しますか。いや、この段階で出陣しといて国境間際まで行ってしまいましょう。渡航外最強メンバーで行きますよ。郊外も弓矢にしといてそんなに兵は上げず、まあ、やはり4000ぐらい。周隊は暴れ回ってもらうんで最大残った部隊はテイフだね。目いっぱいぶち込みましょう。 OK、 でこのメンバーで国境付近に陣取りましょう。まあここだね。まずはこれ決定。腕が鳴る。 OK、 で細かいメンバーは引き上げさせましょう。おう、わかった。どうかしたか。心得た。どうした。退却です。退却です。で残った命令書でちょっと内政しときますか。同盟組めないですかね、いきなり。どう、おうほうほう、いけそうっすね。とりあえず6ヶ月でも十分。承知しました。さああとは演術の態度次第。動きました。着々と戦争準備です。同盟中に相手の国に入るのは良くないので軍隊は国境間際に確認してくれ。さあ待ちましょう。じゃあ外交の結果を待ちましょう。うわ断ってきたよ。了解です。結論は出ましたな。うわダメか。報告がある。なんとか劉備との同盟組みたいっすね。マジかマジかマジか、間に合わねえか。参ったね。間に合うだろう。
しょうがない。やるとしましょう。お願いします。終わった。確認してくれ。兵糧が間に合わないか。よかった、まだいけんだろう。ギリギリ大丈夫っしょ。ちょっと買っときますか。あ、兵糧安い、めっちゃ安い。線は多すぎるってことか。じゃあ半分。吉報をお持ちしました。これで少し大丈夫っしょ。そうしましたら我々も進軍いたします。さあ、任せろ。これ全員進軍になってますよね。呼んだか。なってねえか。うん、大丈夫だね。行ってますね。で、ありがとうございます。しばらく内政していってもらいましょう。さあ、それじゃあ我々もこのまま行きますよ。で、劉備に外交交渉を引き続き。行きましょう。今行ってる最中か。じゃあ結果見ましょうね。忙しい。動くよね。さあ、いける。よしよし。よっしゃよっしゃ。報告がある。指揮に従え。戦ってんだね。これチャンスだね。ここ取っちゃおう。劉備が取るか、うちが取るか、競争です。兵糧は心もとないんだな。やめよう。配らずにやめよう。輸送隊が来るのを待とう。このまま行きますか。兵糧が遅いよ、到着。向こうがだって断ってきたろうに。そりゃ倹約にもなるな。よし、取り付いた。これを。周隊が突っ込んだな。周隊あれだな、耐えよう。こいつ誰だ。硬いか。
むしろ次に向かっていくべきかな。厳しいかな。ちょっと情報見てみますか。見たいの？見れない？守ってる兵もいないってことだね。了解。そういうことか。本拠地から出るんだもんね。ああ、やっだいぶ理解できるようになってきたな。なんだ。君にここを任せた。やろう。ちょっとずつ往診してもらおう。なんだ。郊外にはこちらを狙わせましょう。心得た。 OK。 そしたらいけるな。陳腐クラスを最小限で送り込んで、まずここを取ります。でここも取っておきます。こんな感じでいかがでしょう。腕が鳴る。 OK、 いいですよ。あー、なんか甲冑が動いてんな。なんだよこれ。甲冑でしょ。大丈夫かな。ちょい様子見るまか。いや厳しい。お呼びでしょうか。早く輸送を済ましてくれ。オッケー。もう一回見ていきましょう。うわー緊張する。でこのままジョナンも取りに行きますからね。めっちゃすげえ劉備軍。報告がある。やったね。豊作ですよ。兵糧不足解決。なんというラッキー。甲冑軍の動きがないね。戻ったか。よし大丈夫だな。流氷軍の動きもないので、目標はジョナンに定めて、じゃあ追軍を出そう。ここはじゃあ関東ですな。いや守りは一人行った方がいいな。総研行っときますか。OK、 どんどん行くよ。狙え狙え狙え。 OK、で外交でなんとか劉備軍と、なんかついてる。弁当があるよ。お、義勇兵。イベントありましたよ。やった。ありがたい。同盟できないですかね。まだ平常なのか。いやーさっき断られたからな。
神殿にしよう。お金か。まあ行くしかないね。わかった。ここは同盟するしかないんですよ。OK。OK です。そしたら引き続き進行。落とした。どっちが落とした？ナイス。演術じゃん。これも決まってますよ。初段です。こんなところで打ち取ったり。捕虜にしておきますか。なにとなだれ込むことになりましたか。どうしましょう。なんとなくでも引いてる感じはするんだよね。張飛と関羽でしょ。なるほど。戦争しちゃってんだ。テイフは守りに入るか。あんまり城の兵出しちゃやばいもんね。二人出そう。しょうがねえ。よりによってこいつらと戦うのか。引いてくんないかな。まあやるしかないね。腕が鳴る。 OK。 さあ集隊呼んだか。湘南に行きたいっすね。6000だろ。ちょい待つか。いやこれ厄介なことになってしまったなとりあえず様子見とか。カウと張飛が引いてくれないことにはおそらく攻めてくんだろう。ああ敵死になっちゃった。
これは厳しい。やっぱりだ。これを。多分玉地があるんだな、ここ。さて、ここは何ですか、土地としては。交流、なるほど。可否、ここでじゃあ一気に広げますか。しょうがねえ、やれるとこまでやろう。良い曲だな。わかった。あんまりやっても守りきれないからな。とりあえずここまでにしましょう。呼んだか。これ占領できないね。任せろ。なんだ。とりあえずここを。承知。うわ、ジョナンの兵力上がってしまったな。致し方ない。一旦ここで。いや、どうする、どうする。占領してる間に攻めたいんだよな。攻めるか。この2つは欲しいっすね。こいつか、こいつを使おう。何か、これ破壊しときたい。心得た。呼んだか。これ邪魔だよね。早く壊してほしい。ここで手を出すか。そう、違う、これを占領 OK です。おいで、孫策をこっちに向かわせましょう。ここだね。ここがいい。我に続け。どうした。承知。で、周囲を向かわせる。悩み事か。心得た。なんとかなんでしょう。これ早く壊してくれ、本当に。よし、倒した。死者が面会を望んでいます。これは了解、了解です。
報告がある。マントをむしろ出して、でここを中継して城南側に向かわせましょう。あえてこっちかな、行けるか、ここ OK。 一旦ここに戻って、する。Okay、呼んだか。もうちょいロールするか。よし、いいね。いや、忙しい。探索みんな失敗するな。死者が到着しました。お、わかりました。これを。命令か。心得た。あとこの辺をお呼び出したいんですけど、まだ来ない。時間かかる。報告がある。取ったね。何用か。目標は分かり申したでございます。まだ取ってないの。ここに。早く押さえてくれ。心得た。本当に早く押さえてくれ。なんでこんなもたもたしてんの。よし、確認してくれ。さあ、足並みが揃ってきましたね。どうした。ああ、だいぶ強くなったな。心得た。これいけっかな。
確認してくれ。さあ続き見ましょう。さあ流れてジョナンを攻めております。確認してくれ。やるぞ、行くぞ。耐えてみせる。攻め立てよ。また来た。破った。やるぞ。これを。厳しいな。侵入する。落ちた。まだか。壁が崩れただけ。この周囲の賭けには他とは違うぞ。落ちるね。確認してくれ。さあ引き続き攻めております。もう落ちるでしょう。かかれ。止めるか。落とした。やりましたね。なかなかのメンバーだね。すげえいる。じゃあ全員ダメじゃん。よろしくお願いいたします。あ、よかった。これを。よっしゃ。さあというわけで思いもかけぬぐるっとジョナンまで来てしまいました。というところで一旦区切りたいと思います。いやーすごいな。無口になるな。面白すぎる。ちょっと範囲がでかくなりすぎましたね。初心者には手に負えなくなってきた。まあまたちょっと考えましょう。とりあえず今回はこんな感じで区切りましょう。ということで三国志14を学んでみました。お疲れ様でした。